テレビ朝日の竹内義恵アナ。今回は、そんな彼女のプロフィールについて見ていきたいと思います。本名竹内義恵。生年月日1986年1月20日。出身地東京都。身長162センチメートル。血液型 O 型。竹内さんは、 小学4年生から中学3年生まで海外で過ごした帰国子女です帰国後東京学芸大学附属高等学校を経て慶応義塾大学に入学2006年慶応大学2年生の時にミス慶応に選出されています就職活動では東京にある放送局4社を受けテレビ朝日と TBS に合格したそうです 2 0 0 8年4月にテレビ朝日に入社2011年には世界水泳司会を担当し世界一の美女アナとして中国のウェブメディアから注目を集めたというエピソードもあります2014年上半期タレント番組出演本数ランキングではテレ朝トップの155本を記録するなどその人気ぶりは目を見張るものがあります